北山閣狼と遭遇した豊原三つるは章を聞かせて難を逃れたという豊原住明大英,英4年8月20日は室町時代後期戦国時代の学家家人、諸家本蔵家としても活動した父は豊原治明名は住明とも読む豊原家は代々章を家業としていた当秋は幼い頃から訓練を重ね 二十歳前後で、秘曲を伝授される。五ヶ島原天皇の音楽の師範として、天皇に賞を教える立場にあった。三条西サネに和歌を、総長にレンガを学び、書道や茶道にも精通した文化人であった。万里支線に医術を学び医学の知識も豊富で、サネを診察したこともあった。応人の乱で荒廃した世上に、雅楽の伝承が途絶することを憂い、 画学の句伝を後世に伝えるため、広く書籍を少量、引用し、後の画学の模範となる学書、大現賞を表したことで知られる。宗教面では、日蓮宗に厚く消えし、さねたかに立正暗黒論下大の執筆を依頼した。著作、大現賞のうちにも、日蓮宗への信仰を吐露する筆跡がある。交流のあった、西宗流等は、原稿は慎み深く、 出実貢献な人柄であったと評している。ありがとうございます。